自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50。ラブカーズ TV 川口学です。またまたこのテンガロンハットをですねかぶっておりますけれども、アリゾナのツーソンという町に来てますけれども、まあサボテンが一面に広がるようなそんな場所で乗るのはですね、こちらのレクサスの新型 GX550 ラグジュアリーというですね米国仕様のグレードでございます。でこれまではですね、皆さんにお届けしたのは内外装チェックもオーバートレイルでしたし、オーバートレイルでのオフロード試乗動画、これはお届けしてますが、今回ですねオンロードではまさに初めて公道初試乗というタイミングでございます。ですのでこのラグジュアリー、果たしてどんな乗り味なのか、まあオンロードに特化したですねモデルですから、これをですねじっくりと試乗をお届けしたいと思います。で試乗前にちょっと見ますけれども、先日もですねお届けしたこのモデルですけれども、まず大きな違いは、はい、22インチのタイ&アルミホイールということになるわけですね。これが、はい、大きく違います。そして電動のサイドステップ、これも違いますね。22インチでかいですね、はい、そしてルーフレールがこのようにフラットタイプのルーフレールになっております。なのでこうして見るとすごくすっきりした見た目になっていて、奥にあるですねこのオーバートレイルと見比べると、オーバートレイルは18インチのこのオープンカントリーがついてますので、はい、このような感じでだいぶ見た目違いますね。それと固定式のこのような感じでランニングボードになっていて、こちらとは大きく違います。そしてこのような感じでルーフレールもブリッジタイプになってるわけですね。そしてバイトーンになってますので色がこう違うわけですが、こちらはですねボディと同じ同色のカラーということになりますね。さらにこちら側にですねプレミアムというモデルありますけれども、これは基本的にナローフェンダーでラグジュアリーと同じような感じですけれども、ホイールが20インチサイズになっております。ここが違いですね。20インチサイズのタイ&アルミホイールになっていて、ランニングボードは固定ということで、こちらのですねランニングボードの色がついているバージョンということになるわけですね。まあ3種類今あるわけですけれども、今回はですねこちらのラグジュアリーということで、これの試乗を行ってみたいと思います。というわけで早速試乗してみたいと思います。さあ初乗り楽しみです。おお、あ、これはやばいよ皆さん、これはちょっと待ってくださいね。今ちゃんと取り付け道路に出て走りますんで、はい、今ですね取り付け道路に出て走り始めました。印象を言いたいと思います。めちゃめちゃいい、これはいいわ。すっごくねしっとりした感じで、22インチでこの車はサスペンションがエアサスとかではないんですね。なので、まあ、限界はありますけれども、22インチ履いてるのにこれだけしなやかな感じで走らせることができるというのは、これはね相当いいですね。いや実はですね、皆さんにこの動画をお届けしているラグジュアリーですけれども、これを乗る前にオーバートレイルのオープンカントリーでこの同じ道を乗ってるんですよ。でオープンカントリーは当然タイヤもですねゴツゴツしたタイヤで、オフロード走るための専用設計のタイヤなので、こうしたところ走るとやっぱりゴツ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 っていう動きがですねどうしても出てくるというのはまあ間違いないところなんですね。ですがやはりこのオンロードに特化したラグジュアリーは相当にいいですね。しっとりとしなやかで、ね、なおかつこの見た目もねすごい迫力あるので、かなりねいいですね。いやー、あのオープンカントリー履いたオーバートレイルでも相当にいいので、その時にですね普通のタイヤ履いたらかなりいいでしょうということを言ってたんですが、実際に普通のタイヤ履いてるこのラグジュアリー相当いいですね。なんかね乗ってるとこの車フレーム付きのオフロード四駆じゃないですか、にもかかわらずそのあたりを全然感じさせない
本当になんかいわゆるモノコックの SUV みたいな、そんな雰囲気さえ漂ってくる走りがありますね。そこがすごいとこですね。まあもちろんサスペンションはコイルスプリングとアブソーバーの組み合わせになっているので限界はあるので、まあこういう路面がですねちょっとこう荒れてるところだとフルフルした動きみたいなのは、まあ、出るのはしょうがないんですけれども、とはいえですねこうして乗るとすごくいいですね。まあ22はさすがにやりすぎな感もあるかなっていうところを感じますけれども、とはいえですね見た目のかっこよさ考えるとやはり22でしょうから、その意味においてはですねこのタイ&アルミホイールの組み合わせ相当にいいと思います。いやね、果たしてどんな走りなのかなっていうのはね行動ではまだわからなかったので、あの楽しみにしてましたけれども、これはねなかなかねいいですよね。とはいえ G クラスもそうなんですけれども、やはりエアサスではないというところはあるので、多少のですねゴツゴツ感とかフルフル感とか路面によってはまあ出てくるところがあって、電子制御の可変ダンピングで抑えるところは抑えたりとかですね、うまくやってるところはもちろんあるんですけれども、ちょっとこう動きが残るあたりはフレーム付きのいわゆるクロカン4駆だなっていうところもあって、その味を持ちながらレクサスのテイストに仕上げようというですね、そんなですねあの努力を感じる仕上がりになってますね。まあそうですね、僕の個人的な好みで言うと、まあ19とか20とか、まあプレミアムで20インチっていうのがあるんですけれども、20インチでもいいのかなっていう気がしますよね。でそのなるべくですねタイヤのハイト取ってあげて縦バネ使ってあげて、このゴツゴツ感みたいなのをもっと抑えてあげるっていう方向もあるのかなっていう気はしますよね。とはいえまあ見た目の良さっていうのはねあの大事だったりするわけで、ここは悩ましいところだと思いますけれども、はい。でオーバートレイルと違うのは、こちらもラグジュアリーの場合はですねオーバートレイルで入っていた EKDSS、 これが入ってないわけですね。なのでオフロードでは、まあ、足がめっちゃ伸びるみたいなそういう機能はないので、どちらかというとこっちはですねオンロードを中心に走る人向けの仕様と考えていただければいいと思います。で実際に乗っていると、まあ、乗り味はですね本当にしっとりしている部分とですね、フレーム付きのオフロード四駆ならではの、まあ本格感みたいなのがちょっとゴツゴツとして伝わってくるところが、うまくなんかこうミックスされているような、そんなですね味わいが独特のものとして感じられますね。それと走ってやはりすごくいいのは静粛性の高さ、これはですね相当高いですね。今ここ実際にずっと走ってきてますけれども、路面決して綺麗なわけではないですし、荒れているのでゴツゴツした感じの動きが出ているところは、まあカメラの動きなんかでもわかると思うんですけれども、一方でですね音はずっと変わらないわけですよね。この静けさがずっと続いているので、本当にあの快適な空間が実現されてるなっていうところはありますよね。で私もフレーム付きのですねオフロード四駆である G クラス乗ってますけれども、 G クラスなんかはやっぱりロードノイズとかも結構入ってくるところがあるので、あれと比べるとですねだいぶ静かだなっていうところはあって、そこがですねなんかこうフレーム付きのオフロード四駆なんだけれどもモノコックボディを採用している車感、そういったところがですねあるなというふうに感じますね。でちょっと出足も見てみたいと思います。はい、レディーセットゴー。こんな感じでですね加速した感覚はあのやっぱり 3.5 リッターの V6 のツインターボ、これあの最高出力は349馬力でLX よりは下がってるんですけれども、最大トルクは650ニュートンなのでやっぱりだいぶ力強い感じがしますよね。でまあ重さなんかで見ると LX とそんなに変わりはないですけれども、やっぱり LX よりはちょっと軽いので、その分のですね動力性能の高さみたいなところも少し感じられるものになってるかなというところですね。で今信号からのダッシュなんかもすごく軽やかにこう進んでいく感じがあって、まあ、10速の AT がですね変速も非常に滑らかなので、この辺りもですねすごくあの上質な感じになってますよね。本当になんかこう継ぎ目が感じられないんだけれども、ちゃんとこう綺麗にですね加速させていくところがあるのはこの10速の AT ならではというところだと思いますね。
すごくいいです。そして今、まあ、結構なですね40マイルぐらいのスピードになってるんですけれども、この静けさよというところでだいぶ静かなのがお分かりになるのではないかと思います。相当静かな感覚を持ってますよね。結構周りはねそれなりのスピードで流れているような場所を走ってるわけですけれども、音はほとんど聞こえてないと思いますけれどもね、こんな感じでだいぶ静粛性が高いということで、この辺りはですね車の形からしたらもっとなんかうるさくてもおかしくないんじゃないかっていうところありますけれども、実際にはですね非常に静かなものというところでございます。でこうして走ってるところからの中間加速なんかもですねかなり伸びがいいですよね。ぐーっと伸びていって、で変速もすっごい滑らかでというのはところで、良さはねほんとしっかり出てますね。いやでも静か、本当に静かだし、ここ路面がまあ少し良くなりましたけれども、こういうところだと上下のフルフルもなくなってですねピタッとした感じのいい味が出てるところですよね。ここもすごくいいと思います。なのでアイポイントも非常に高くて、いかにもオフロード四駆だなっていう感じの乗り味なんですけれども、乗ってると本当になんかこうモノコックのフレーム付きではない現代の乗用車的なものに乗ってるなっていう感じすらしてくるところが今回のこの GX の仕上がりの良いところで、やっぱり先代はもう14年前登場ですから、そこから比べると相当にですね大幅な進化をですね感じられるものになってますよね。すごくやっぱりいい部分だと思います。で今は通常のモードで走ってたんですけれども、これですね、はい、スポーツ、スポーツプラスとありまして、まあ、一番穏やかなのはエコというモードがあって、さらにコンフォートがあるわけで、今コンフォートにちょっとしましたけれども、コンフォートにするとよりこう滑らかな感覚がさらに増してくるというところですね。ただ、まあ、場所によってはちょっと上下動がこう大きくうねって出ちゃうかなっていうところもありますかね。とはいえすごく乗り味のいい感覚というのがより味わえるモードになっているというところですね。ああこれはね僕の好みだとやっぱりこのコンフォートモードがすごくいいですよね。でさらにスポーツがあってスポーツプラスがあるんですけれども、まあメーターのアニメーションもですね切り替えるとだいぶしっかりと変わるものになってるんですが、これねスポーツプラスにするとメーターも赤くなって、なおかつですねサウンドも実は変わるんですね。ちょっと聞いてもらいたいと思います。レディーセットゴー。こんな感じですっごいね音が気持ちいいものになるというのがポイントでございます。ちなみにこれをスポーツにするとそれよりはちょっと抑えられるかなみたいな感じですよね。なのでノーマルとかだとこのような感じで音はしないんですけれども、スポーツプラスでこのような感じでかなり勇ましくなるというのがユニークな部分ですね。これ気持ちいいですよね。でこうやって走ってる時のやっぱり足のですねこういい具合に張ってるところがすごくスポーティーなところをですねやっぱり際立たせてくれるなっていう部分がありますね。なのでまあ、車からするとすごいこうロールがでっかいんじゃないかみたいなイメージあると思いますけれども、全然スポーツプラスなんかを使って走ると気持ちよく走れる車にもなるということで、まあ、もともとロールがですねしなやかに出るタイプの車なので、そこをですね減衰を可変ダンパーで変えてあげてスポーツにすればですね張りのあるハンドリングも楽しめて、結構まあ今カメラで見てもらっててもしっかりと走れてるのがお分かりになるかと思いますけれども、きっちり走るし、このロール剛性なんかもめっちゃ高い感じでですね綺麗にコーナリングしていく感覚がしっかり作り込まれてますね。ですがまあそうですね、川口学的にはやっぱり、はい、一番好きなのはこのコンフォート、これでですね穏やかに走るというのはやっぱいいですよね。音も静かになってね、乗り味もすっごい
豊かな感じになって、これもたまらなく味わい深いものになっております。ですのでこの辺りの満足感非常に高いです。でね、今カスタムのまま加速しましたけれども、そういう時には音は今度は逆に静かですよね。あーいいなー。でもこれね、本当フレーム付きのそのクロカン四駆だとやっぱり何が気になるって、そのラダーフレームとボディのこのちょっと別に動くような感じみたいなのがちょっとあったりするわけですよね。なのでまあ G クラスとかはそれをですね、まあ車のしなやかさでうまく感じさせないようにしてますけれども、とはいえ少しやっぱりあのズレみたいなものは感じたりするんですが、今回の GX はそれが全然ないところがいい部分で、今コンフォートにして電子制御の可変ダンパーで一番しなやかな状態にしてますけれども、それでもこうやってハンドルをですね、はい、こう左右に振るとちゃんとですね車の動きが あんまり大きくこうやっていくとずれてしまいますけれども、ちゃんとついてきますし、スポーツプラスにすればですね、この辺りはさらに締まった感じになるので悪くないかなっていうところですよね。なのでこうゆったりと優雅に走れる、そんなですね一台になってますね。で、まあ、今回のこの GX はご存知のようにすでにですね日本でも発表されたランクルの250ですね、あれと兄弟ということになるわけで、まあ、開発においてはですね両方をこう一緒にですね中身は開発したので、その中でまあレクサスとそのトヨタの違いみたいなものっていうのをうまく作り込んできたわけですね。で、例えば内外装チェックの時にもお伝えしましたけれども、フロントのラジエーターのですねサポートのあたり、あのあたりもしっかりと保護を入れて、まあ、ボンネットがこう動かないようなかっちりした動きも入れてあるので、意外にですねボンネットはやっぱりハンドル切った時にこう動いて、その感性でですね動きが出ちゃったりして、まあ、あのシングルキャッチだとそれが結構動くっていうところがあるので、輸入車は2つキャッチをつけてるようなところがあるんですけれども、まあ、これはですねシングルキャッチではあるんですが、そのフロントのラジエーター周りのところの保護をですねしっかりしているので、それをやらなくて大丈夫だったというふうに言ってましたし、まあ、このボンネット形状を作るのに2キャッチは作れないので、あのボンネット形状との兼ね合いでシングルキャッチですけれども、ちゃんとですねガシッとそのあたりを抑えているっていうのもありますし、そこをですねしっかりしたことによってですねリアのバランスも取らなきゃいけないので、リアのホイールハウスのあたりにも保護のですねバーが入ってるんですけれども、それもランクルには入ってないようなものがですねしっかり入ってますし、あとはステアリング周りのしっかり感を出すためのそんなですねものとか、もちろん静粛性に関しても相当にですねやってるというところで、まあ、かなりですねやっぱレクサスとしての手が入ってるということですね。なので結果こうして乗った時にですね、いわゆるフレーム付きのクロカン 4WD とは違う乗り味、そこまで感じさせるようなところに来ているというのが今回のこの GX のポイントなんですよね。もちろん完全にフレーム付きの四駆のですね味を消し去ったわけではなくて、まあ、どこかにはですねやっぱり少し顔を見せるようなところがあって、まあ、今もですねちょっと路面が荒れてたりすると割とですね足がフルフル動くあたりっていうのは、まあ、フレーム付きの四駆だなっていう感じはしますけれども、にしては静粛性も高いですし、まあ、乗り心地もいいですし、ボディの動きの遅れもないですしというところで、まあ、相当にうまく作り込めてるよなというそんなですね印象を抱きました。いやーこれはね相当魅力ある車ですし、もう走る前からこれは取り合いになるでしょうという話をしてましたけれども、この走り味わってですね良さがですね相当にあって、むしろ僕はLX よりもですねこっちの方がキャラがあってなんかいいなっていう感じがしますよね。その意味においてはこの車も間違いなく取り合いになりますし、この走りの独特のですね良さ、これを知ったらですねやっぱりこれはね人気になるのはもう間違いないところだよなというところで、皆さんおそらくね欲しいという方が相当いると思いますけれども、これ多分取り合いになると思いますので、心してですねオーダーしないといけないんじゃないかなというところだと思います。はい、そのぐらいすごくいいところでした。まあ、気になるとすれば22インチで、まあ、メカサスなので電子制御の可変ダンピングついてるとはいえですね、少し場合によってはフルフルするところがあるというところですね。ここはまあ気になるところかなという部分で、まあ、あとは大きさとかですねそういった部分が
あの日本だとですね少しでかいというのがあるので、そこら辺さえクリアできればめちゃめちゃ魅力的な1台というところで、果たして日本ではこれがいくらになるのか、ね、価格を見るのが楽しみでございます。さあ、GX のですねラグジュアリープラスというモデルですけれども、このラグジュアリーは、まあ、22インチを履いているモデルでですね、今日実は2日目ですございます。なので先日乗った印象に加えて、今回はですねあのさらに違う道で走ってるんですけれども、まあ、あの先日、オーバートレイル乗って、そして今度はですねプレミアムも乗って、さらにこのラグジュアリーもう1回乗ったというところなんですけれども、まあ、乗ってみた印象で言うとですね、あの昨日乗ったところは結構路面が良かったので、あのやっぱりホイールもでかいしタイヤもでかくてかっこいいからこっちかなみたいな話をしてたんですけれども、これはねあの荒れてるところ乗るとね結構プルプルがすごいですね。やっぱりあのバネ下の重さのこう影響とかがですねあって、そこがまあかなりボディを揺する振動させる、そんなですね動きになってきてるかなっていうところは間違いなくて、今もちょっと後ろ乗ってたんですけど、後ろ乗ってるとあの前のシートのヘッドレストとかがブルルルルって揺れるぐらいの感じがありますし、後ろもですねキャプテンシートで独立してていいんですけれども、その分ですねあの座面 の, そのクッション性みたいなのは実はベンチの方があの少し柔らかいみたいなところもあるので、なんかねやっぱこっちはねコツコツしちゃうので、格好を取るかだから乗り味取るかみたいな話になってきちゃうんですよね。でまあ当然ですね格好を取ると乗り味がですね、まあ、悪くなってしまうというそんなですねところがあります。さらにまああの今回ですねいろいろ乗ってみて思ったのは、プレミアムが20インチで一番スッキリしててすごくいいなっていうところがあって、オーバートレイルはですねあの東洋のオープンカントリーついてるんですけれども、あれはやっぱりブロックゴツゴツしてるっていう部分はあるんですけれども、いい KDSS と、まあ、18インチのもしノーマルのタイヤがあのオールシーズンとかですねつけばさらに乗り心地いいと思うので、一番多分乗り心地いいのはこの時点だとオーバートレイルだと思うんですよね。でさらにシンプルな、プレミアムがあって、そしてまあ残念ながらですねこのラグジュアリーはですね乗り心地的にはちょっと厳しいかなっていうところだと思います。なので、まあちょっと2日間乗ってみてですね、あのいろんな車を乗った限りの反応で言うと、あのこのラグジュアリーの場合はフラットな道で乗るとですね、だから都会で乗ると割と悪さしない部分あるかもしれないですけれども、荒れた道はね結構あの体揺すられるようなそんなところが出てくると思います。そこはご注意いただければと思います。なのでこの後の動画でですね、オーバートレイル出てくると思いますけれども、そちら、注目していただければというふうに思いますし、その後にですねプレミアムこれを出しますので、そちらも合わせてですね見ていただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。